100億円以上のものはむちゃくちゃリスクがあるけど当たるって分かってる人たちなんですよ。うん、つまりますそういう社会的視点を持った人がいつもヒットを出してます。うん、僕素人がヒットを出せるって本当にどの世界でもないと思います。うん、で特に エンタメみたいにその当たり外れが激しい業種をやってるととしして考えた時にポートフォリオがむちゃくちゃゃゃく安定しなないいわけじゃないですかうん、うん、だから3つの矢を常にね作っとかなきゃいけないんですけどソニーピクチャーズのビジネスモデルは、まあ、中にいたんでこういう機会ないと思うんでご説明しますと、うん、ビッグバジェットムービー大型映画っていうのは100ミリオン以上の制作につまり100億円以上の。うんうんうん で中規模ってのは40から7040、うん、億円から70億円、うん、ちょっとね日本映画界でた規模違うかもしれませんけど、うん、あっち中規模ってそれぐらいなんですよ。うん、で20ミリオン以下のものがアート系でウッディアレンだとか、うん、じゃあイタリアの名称のもの持ってこようっていうのが低バジェットなんですよ。うん、でこの3つを全部違うブランドでやってましてね。である時にスタジオ系っていうのがいろんなタメリア化して DVD ブルーレイが出てきたからどうしようって話に2000年頃はまあなるわけですね。98年がブルーーレイのピークだったんですけど その時にその、まあ、ソニーの親会社ソニーピクチャーズの親会社ソニーで電気屋さんじゃないですか電気屋さんがハリウッド経営できるのかっていうのは長く森田さんが買収してからテーマになってるんですけども今保険屋さんて、ねはい、それは向いてると思うんですソニーは <laughs> でソニー・ピクチャーズはね何だかんだ言ってコロンビア映画社というハリウッドの名門のスタジオなんで100億円以上のものはむちゃくちゃリスクがあるけどうん、うん、当たるって分かってる人たちなんですよ。うんうん だけど、そんな高いものは共同で作れって言ってきたんですようん、うん、で、僕はバカかと思ったんですよで、中規模のものはまあちょっと勘がよく分かんなくてで20ミリオン以下のものは常にヒットを上げてるんですよ、うん、でも小粒ですよね、うん、そうすると、見た時どうなんでしょう、うん、僕だったら中規模のところをコラボにして、うん、大規模のところは絶対100%出しますよねでもそれがやっぱり分からないから、うん あエンタメ業界が分かる分からないっていうのはエンタメ業界のポートフォリオを知ってるか知らないかな金額がでかいってだけでリスクがあるとき、うん、だったらやめたらいいんですよそん,な、ね、そんなリスキーなビジネス、うん、あとそういえばねブレードランナーで確かね20以下でしょうそうかもしれないね、うん、めちゃくちゃローバジェットですよあ<ー>まあ当たるも当たるよねあそういうのはピックアップ作品ってさっき言うんですけどねあーローバジェットのものはそれはそれでね目利きの人がいてイタリアにすごいやつがいるとかフランスにすごいやつがいるって言って必ず。 ウディ・アレンのものなんて制作費大体10ミリオンぐらいですようんだから必ずね d d, d しか出てこないからねで DVD とかオンラインとかでまあ永遠に稼ぎ続けるんでだからあれもアートの部類ですよねうんだから一番ヤバいのはやっぱり